大阪府再生会、野江病院は、大阪府大阪市上等区にある、公的医療機関。臨床研修病院や大阪府がん、診療拠点病院、地域医療支援病院などの指定を受けている。野江医療福祉センターには、野江病院、野江特別養護老人ホーム上等園、鯖江地域在宅サービススステーション、野江訪問看護ステーション、大阪再生会、 の江看護専門学校がある。この府市は、医療機関に関して執筆中です。過筆、訂正してくださる協力者を求めています。大阪府内のガン診療拠点病院一覧。大阪府健康医療部健康推進室、健康づくりか生活習慣病、がん対策グループ。2020年7月12日閲覧。大阪府内の地域医療支援病院一覧。 令和2年3月10日現在、大阪府健康医療部保健医療室、保健医療企画開示グループ、2020年7月12日閲覧、診療科のご案内、再生会、野江病院、2020年7月13日閲覧、参加、婦人科、再生会、野江病院、2020年7月13日閲覧、眼科、再生会、 野江病院。2020年7月13日閲覧。麻酔科。再生会。野江病院。2020年7月13日閲覧。救急集中治療科。再生会。野江病院。2020年7月13日閲覧。ICU 休暇、再生会。野江病院。2020年7月13日閲覧。大阪府医療機関情報システム。 大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課2020年7月12日閲覧病院評価結果の情報提供公益財団法人日本医療機能評価機構2020年7月12日閲覧17歳少年の悪性腫瘍担当医の誤診で死亡遺族が解決金700万円で病院と和解大阪地裁 産経新聞2017.2165時30分2020年8月13日閲覧 ABCDE 交通アクセス再生会の江病院2020年10月9日閲覧ありがとうございます